ねえ夏川さん、木戸君と付き合ったおかげで告白されることってなくなった？ええ、まあ私見かけたことがあるの。あなたが体育館の裏で告白された後ため息をついてるの。相手の男すごい剣幕だったわね。ああいう逆ギレ男私も大っ嫌い。あんなことが続けば告白されるのが嫌になるわよね。もう誰でもいいから付き合おうって思っても不思議じゃないわ。はあ。でももしそれが目的で木戸君と付き合い始めたのなら私許せないかも。どうなの夏川さん。冬美さん、玉ねぎってどこまで剥けばいいんですか？なあ！なんで身まで剥いちゃうわけ？茶色いところだけでいいのよ！ああ、道理でやめ時がないなって。いやあ！どうしてこんなになるまで声かけなかったの？もう野菜はいいからお米を研いでちょうだい。あ、洗剤は使わないけどね。お米に洗剤なんて使うわけないじゃないですか。あなたがベタなことしたから言っただけだし。